帰ってきましたね、裁判所に。新宿駅迷惑防止条例違反控訴審。被告人は現職の警察官江原明宏。前回第一審での判決は懲役6ヶ月でも、今回弁護側は痴漢の事実を完全に否定し無罪を主張する。検察が被告人の痴漢行為を示すとする主な証拠は2つです。1つは池袋から新宿駅にかけての防犯カメラ映像、もう1つは被告人の手から検出された被害者の下着の繊維。しかし弁護側はそれらを被告人の有罪に足るとは考えてません。検察の揃えた全ての証拠に対して反論を用意しています。検察側いかがですか。我々としては一審での審理に手落ちはなかったと考えます。以上です。ではまず一審で提出された池袋および新宿駅構内の防犯映像をご覧いただきます。10月7日午前7時43分池袋駅ホームでの映像です。サングラスにマスクをつけているのが被告人とされる人物です。この人物はこれから1時間以上もこの場に立ち続け、停車する電車を何本も見送っています。そして午前9時6分本件被害者女性を見つけると、その後にぴったり続くようにして電車に乗り込みました。駅ホームに立っていた人物と被害者女性が車両に乗り込んだ時の映像です。一審の時に何度も見た映像です。手短に心得ています。被害者の証言によると、被告人は池袋駅を発車した直後から不審に動き、やがてスカートの中に手を入れてきました。そして6分後新宿駅に到着した時、勇気を振り絞った被害者女性から逆にその手をつかまれます。ただし今この映像に映っている痴漢は被告人本人ではなく替え玉の別人だった可能性があります。その目的は同日朝に横浜で起きた殺人のアリバイ偽装でした。つまり本件の痴漢行為はそのための狂言でありでっち上げです。一審の判決はその可能性に気づかないまま下されており、十分な審理がなされていません。早速始めたな沙織さん、勝負はここからだ。憶測です。弁護人の発言を裏付ける証拠はどこにもありません。あるつってんだろ泉で。問題はそこです。ええ、確かに替え玉の存在を示す決定的な証拠はありません。あれ、ないんか。ですがこの可能性は検察の揃えた全ての証拠をもってしても崩せないです。そうそういうこと。どういうことかご説明いただけますか。電車内で痴漢を働いた犯人は間もなく新宿駅のホームで取り押さえられました。その様子は付近の通行人に撮影され、日本中に広く浸透したかと思います。被告人が現職の警察官であることでよりインパクトがあったのではないでしょうか。やっぱりそうやんなこの人。ホームで取り押さえられたのは間違いなく被告人です。駆けつけてきた鉄道警察に逮捕され、すぐに手の微物検査も受けています。ただし先ほど電車を飛び出していった痴漢とは別人である可能性を否定しきれません。そのことを示す証拠があります。同じ江原の格好した痴漢が2人逃走直後に入れ替わった可能性を示す証拠は、まあ何度も突きつけてきたこれですね。この監視カメラに穴があります。こちらをご覧ください。それは大型モニターに出してください。新宿駅の俯瞰図ですね。少々お待ちください。そうです。被害者女性と痴漢は電車のドアが開いた直後駅のホームへ駆け出していきます。まず2人がいた車両は俯瞰図のここ、痴漢が逃げていく進路は矢印で表示しました。俯瞰図の薄く色が塗られている部分は防犯カメラで見える範囲を表しています。新宿の1日平均の乗降客数は世界一です。全然モニター見てないこいつら。設置されている防犯カメラも非常に多いですが、この矢印が点線になっている部分ではわずかに死角が存在していたんです。そうなんですよ。替え玉と被告人は
そこで入れ替わることができます。10分間も探し島高いありましたよ。そういう時が十分にあったと。そうです、ええ、ですからこの証拠に基づいて改めて被告人に質問させていただきたく思います。被告人、あなたは一審判決を受ける際、裁判長にこう言ったそうですね。3日前に横浜の廃ビルから死体が出てきたはずですと。さらにその死体が三越馬博という男性であることまで言い当てた。警察もまだ身元を特定できていなかったのにです。なぜそんなことができたんでしょう。夢のお告げがあったんですよ。不思議ですね。三越馬さんはあなたの長男敏郎君の同級生でしたね。ねえ、江原敏郎君は4年前に自宅アパートで亡くなっています。自殺でした。その後被告人は敏郎君の自殺の責任をめぐって学校を訴えています。ええ、江原さん、学校を訴えた理由を教えていただけますか。息子がいじめに遭っていたとの噂があったからです。しかし裁判所はその事実を確認できなかったとしました。いじめの噂というのはネット上のものでしょうか。そうですね。その中にはいじめ加害者として三越馬さんの名前も挙がっていました。被告人はそのことをご存知でしたか。ね。では三越馬さんに殺意を持っていましたか。異議あり。弁護人の質問は本件と関連性がありません。本件は痴漢行為があったかどうかを審理する場のはずです。また三越馬博が殺害された件は現在神奈川県警で捜査中です。本法廷での素人推理はご遠慮願いたい。弁護人、いかがですか。三越馬さんが殺害された件は本件事件当時のアリバイに関わる重大な事実であり、関連性を強く持っているものと考えます。わかりました。検察側の異議を棄却します。どんまい。ではせめて手短にゆっくり聞いといて。さっきの質問に答えていただけたら終わります。被告人は三越馬博に殺意を持っていましたか。もちろんです。裁判長、つまりこうです。被告人は敏郎君の仇ともいえる三越馬さんが殺された日、わざわざその時を狙いすましたように痴漢を働いたんです。結果的にそれが殺しのアリバイとなりました。しかも検察や法廷のお墨付きです。痴漢としてたかだか6ヶ月の実刑で殺人の罪を逃れられるなら、それは被告人にとって手の込んだでっち上げをする動機になります。そして実際に自分の替え玉に痴漢をさせ、捕まる直前にすり替わってみせた、その可能性があります。だったら弁護人はまずその証拠を出すべきでしょう。いえ、そうじゃないですよね。刑事事件の立証責任は検察側にあります。こちらが全ての証拠を踏まえた上で痴漢が無実である可能性を示した以上、検察はそれを叩き潰さなきゃならないはずです。なるほど、いいでしょう。先ほど弁護人の言っていた防犯カメラの死角は不完全です。なぜなら被告人が逃走している間、被害者女性はずっとすぐ後ろから追いかけていました。そんな状況でもし被告人が替え玉と入れ替わっていたなら、被害者女性に目撃されたはずです。しかし被害者からそのような証言は出ていません。被害者女性も替え玉トリックの協力者です。本件痴漢行為における被害は虚偽の申告だったと考えます。異議あり。今のは被害者女性への侮辱です。女性の尊厳を傷つける発言です。どうする。ここで引くわけにはいかないぞ。痴漢被害者の間宮優についてどう言おう。まっ
当にグルだよ。被害者女性とはいえ疑惑は濃厚です。被害者女性の疑惑は濃厚です。彼女の役割も全て仕組まれたものだったんです。その可能性が非常に高いと考えます。50過ぎて妻とも別居中の男が寂しさに耐えかねて痴漢した、それだけで完結する可能性の方が高いと思いますがね。その言い方だと弁護側が主張する可能性もゼロではないということです。そういうことですね。何？すると 100% の確信なく被告人を有罪とした第一審は、うん、審理が不十分だったということになります。そうやな、ただの揚げ足取りです。お前が言い出したのは泉だ。弁護人、被害者女性の疑惑が濃厚というからには何か根拠があるのでは？それはそこの根拠がないとな。根拠はあります。実は痴漢の替え玉トリックに協力していたのは彼女一人ではなかったんです。逃走する被告人を最初に転倒させた男性や取り押さえる瞬間をスマホで撮影していた通勤客、彼らと本件の被害者女性はみんな同じ高校の同じクラスに在籍していました。つまり大変不思議なことですが、一見無関係に見えた彼らはみんな知り合いだったんです。ならばそこに組織的かつ計画的な意図があったことは明白です。調べたところ、彼らは13年前に都内の黒川学園を卒業した同窓生でした。ところで先日偉人町で殺害された教職員沢陽子さんも同じクラスを卒業しています。そして彼女は4年前に被告人の長男敏郎君を教えていました。このことは黒川学園の卒業生たちと本件との密接な関係を示す事実と考えます。裁判長とかさ混乱してると思うよ。それらを精査する気はありません。我々は被告人が痴漢として取り押さえられた状況に多くの協力者たちがいた可能性を示したまでです。ただしその可能性がある限り弁護側は被告人の無罪を主張します。裁判長、発言よろしいでしょうか。何でしょう。私は殺人などしていません。起訴された通り電車内で被害者の体を触ったただの痴漢です。焦ってるな。やら全ては弁護士たちの妄想ですよ。妄想ときたか。ならそろそろあれの出番かな。被告人、ではなぜあなたは控訴したんですか。弁護士が始めたことです。私はそれを止めなかっただけに過ぎません。弁護人、いかがです。被告人の言った通りです。ただおそらく被告人は記憶が混濁しているように思います。その記憶喚起のためにある映像を見ていただきます。裁判長、よろしいですか。うん。大型モニターには出さないでください。傍聴人に見せるには刺激が強すぎる殺人の映像です。それは証拠として出せなかったんじゃ。あくまで記憶喚起のためという条件で、裁判長が許可をすればあなたに見せることは認められるんです。結構です。出どころ不明のネット動画だ。いいえ、この映像はカメラが直接記録した SD カードから再生されているんです。書き切り型媒体といって、警察が証拠を撮影する際にも使用されます。つまりそこに記録されたものは信憑性の高いデータと言えます。あんたは無所を出てからこれを世に出すつもりだったはずだ。でも桑名はもうそれを待てる状況じゃない。だから俺にこれを託したんです。殺さないで頼むす。敏郎君のことはこの先一生謝ります。償います。大したことしてないんですよ。自殺するなんて思わなかったんです。あ
べやべやべやべ。被告人、この映像に映る白いレインコートの人物、これはあなたじゃありませんか？似てるかもしれませんね。あなたに殺害されているのは三越葉博さんです。解剖結果によると10月7日午前7時半以降に死亡しています。するとその直後7時43分に池袋駅の改札を通ったのはあなたではなく替え玉だったと考えるのが自然です。弁護人としてはこうした映像がある以上被告人の痴漢の事実に疑いを持っております。引き続き被告人に質問を続けさせていただいてもよろしいでしょうか？検察側いかがですか？仮にいくら信憑性の高い映像でもその一点だけで殺人の事実は断定できません。そのことはあらかじめ申し上げておきます。検察が私の殺人の事実を否定している。これじゃどっちが私の弁護人か分かりませんね。そうですね。確かに。そもそも弁護人は替え玉替え玉と簡単に言いますが、じゃあその替え玉をした人物はどこにいるんです？お前的確なとこさっきからズバズバついてくれよな。駅の防犯映像に映る被告人はサングラスこそかけてますが、どう見てもご本人だ。 3D プリンターでマスクを作ったと考えられます。検証してみれば分かりますが、池袋駅や電車内で被告人とされる人物は一切口を動かしていません。我々は替え玉をしたとおぼしき人物やその協力者たちからそうした話を聞き取っています。では彼らを呼んでその証言をしてもらわないと。その必要はありません。被告人が全部承知しているはずですから。私は何も知りません。知らないそうですよ弁護人。どうしますか？被告人は痴漢をした、殺人はしていないという。殺人動画は確かによくできているが、他に弁護人の主張を裏付けるものは何もない。裁判長、次回本件被害者女性の証人尋問を申請します。いえ、被告人と被害者は共に痴漢の事実を認めてるんです。双方が主張する事実関係に齟齬はありません。この状況で被害者の尋問を申請するのは前例がないでしょう。それなら痴漢の犯行が殺人のアリバイに利用された前例もないはずです。その可能性もある程度は認めますが、被害者を出廷させさらなる精神的苦痛を強いるには不十分です。被害者女性の尋問申請については改めて却下します。まずいっすね。弁護人、私の判断は今言った通りです。裁判長、先ほどの被告人の供述を受け今少し質問したいことがあります。わかりました。続けてください。何でしょうか？このまま江原にシラを切らせたりはしない。何か突破口を見つけるんだよ。クワならなお出しちまえか。ここでもうこの2つは正味も意味ないと思う。大したこと出てこないやろ。もうクワならなお出し行くしかない。これは江原さん、あなたは桑名仁を知ってますね。偉人町で便利屋をやっていた人物です。いえ、知りません。10月7日、桑名はあなたの姿になりすまし池袋から新宿駅へ向かう電車に乗っていました。彼がこれまで何度も話に出てきた痴漢の替え玉、その人です。裁判長、今の発言を裏付ける証拠はどこにも提出されていません。桑名という名前の載った文書その他、検察は一切知らされていない。俺らの持ってる武器は全部被告人に確定的証拠がないんだ。三越葉さん殺害を焚きつけた人物でもあります。弁護人、検事のおっしゃった通り、我々は桑名という人物を承知していません。実在するかさえ確認が取れてないんです。これ以上は控えてください。ですが被告人の動機を説明するには桑名の存在が不可欠です。彼がいなければ江原さんは三越葉を殺しておらず
この法廷にいることもなかったはずです。違いますか？私は桑名という人を知りません。小江原がこういう態度を取り続ける限りも無理ないよ。あなたは彼のことを知ってますよ。桑名があなたの復讐心に火をつけたんです。そのことを思い出していただきます。江原と桑名の接触を示す証拠がある。それが三越馬殺しの動機だったはずだ。この沢先生の肉声データがこれになります。そっか。何です？あなたはネットの書き込みを読んだだけで三越馬さん殺害を思い立ったわけじゃありませんよね。学校と裁判で争っていた時でさえあなたはまだ誰のせいで敏郎君が亡くなったのか確信がなかったはずです。そこへ桑名がこの音声データを持ってきたんじゃありませんでしたか？ん？じゃあそれはまさか。田代君は顔を晴らしながら屋上に逃げ込んできたんです。後からすぐ三越葉という生徒が探しに来ました。あの時田代君の怯えてた顔が頭から離れません。4年前敏郎君を教えていた沢陽子先生の声です。これを録音し被告人に聞かせたのが桑名です。全て打ち明けてくれました。からかわれて殴られてお金を取られて誰も助けてくれなかったって。でも私はそれを法廷にまで言ってなかったことにしてしまったんです。本当はそんなこと絶対にしたくなかったのに。でも証拠もないのに私一人証言したところで勝ち目はないと言われて。被告人はこの音声を聞かされたことで自分の息子が三越馬さんに追い詰められ自殺したと考えた。そして三越馬さん殺害に引き込まれていったんです。どうですか江原さん、覚えはありませんか？ありません。なるほど。ではこれまでじゃないですか弁護人。いい加減本題に戻るべきだ。私はさっきの音声を桑名から渡されました。ですが考えてみれば出所不明の怪しげなものだったかもしれませんね。何？映像だって自在に捏造できるご時世です。これくらいいくらでも作れてしまいます。どういうつもりだ？声の主である沢先生は先日何者かに殺害されてしまいました。録音した桑名もまた姿を消して以来消息不明です。もはやこの音声の内容が真実かどうか裏付けてくれる証人はいません。でも江原にとってこの音声の内容は間違いなく真実だったはずだ。どうひっくり返す？こっから私の思い違いだったんでしょうか。あなたはこの音声データの内容をご存知なかったんですか？桑名から聞かされたのでは？知りません。聞いたこともないし私には関係がない。そうですか。ところでこの音声データはおそらく私以外には桑名しか持っていません。その桑名が消息不明である以上データは今私が手にしているこれだけです。バックアップも取ってません。何が言いたい？今ここで役に立たないならこのデータはこの先も必要ない。あなたにも関係がないということですし、ならもういっそここで消してしまっても構いませんね。なんで？バカな。ダメだ。お、なぜ消してはダメなんですか？それは三越馬が裁かれるべき人間だった証拠だ。みんなが敏郎の受けた仕打ちをなかったことにしようとした、そのたった一つの証拠だ。うん、学校との裁判で法廷は敏郎の自殺に直接的な原因はわからないと。
局誰一人責任を取らず、誰も罰せられず、息子だけがバカを見た。ええ、そうでしたね。あんたらはなんて無能なんだ。偉そうに法だ正義だとすまし顔で、結局真実には届かない。そして俺なんかのアリバイ偽装にコロッと騙される。たかが痴漢と軽く見てちょろいもんだ。お前らがそんなんだから、敏郎は命を捨ててまであげた声を拾えず、御子柴を野放しにした。人殺しを裁けなくて何が法だ。だから俺が御子柴を殺すしかなかったんだ。徳永です、痴漢の現職警官、やっぱり殺しもやってました。あなたは御子柴博を殺害した後、新宿駅で替え玉をしていた桑名と入れ替わり、痴漢として取り押さえられた。ああそうだ。あなたは法廷に敵意を持つ被告人です。その言葉だけでは信用できません。本当に御子柴さんを殺害したというなら、あの殺人動画以外に物証はないのですか。本当はそれを無所出てからこれ見よがしに出すつもりでいたんだ。首から切ったナイフやろ。その方が引き立つでしょ。法の無能さ加減が。何か残ってるんですね、御子柴殺しの物証が。ええ。何がですか。妻の住んでるアパートに息子の仏壇があります。そこに御子柴を殺害したナイフが収められている。奴の血がついたまま。はあ、その仏壇、僕手を合わせましたよ。じゃあ手柄を上げ損ねたな。わかりました、すぐ調べに行かせましょう。弁護人、まだ何かありますか。どんな理由があっても個人的な復讐は許されるものではありません。ただこの江原さんの動機は法への不信感です。万人に公平なはずの法は敏郎君へのいじめを証明できず、その加害者に何の責任も負わせられなかった。法もそれを扱う人間も完全じゃありません。そこに救いきれてない人たちがいることを本件は浮き彫りにしたと考えます。異例ではありますが、本法廷は御子柴さん殺害の凶器発見まで休廷。続きは日を改めたいと考えます。検察、弁護人、いかがでしょう。了解しました。弁護側、異存ありません。本当にすごいストーリーやな。お前らのせいだ、お前らのせいだっていう歌詞が突き刺さるな。さっき神奈川県警が江原の妻の家でナイフを押収したそうだ。たかが痴漢と侮って恥をかかされたよ。それは私も同じです。探偵のことも侮っていた。何より私は思い上がっていた。真実の追求より法の権威や組織のしがらみが上であっていいわけがない。そのことを改めて学ばせてもらった。感謝する。いいよ。いえ、立派な検事。成長したな、あんたは。源田先生、鷹野検事は駆け出しの頃からずっと頑固もんだ。一度言い出したら
自分の上司にだろうが噛みついてやり遂げる。だから人に頭を下げるなってことは異例中の異例なんだよ。やっぱり苦手ですよ、源田法律事務所は。二人ともよくやったな。お疲れ。八神さん。あ、楠本事務次官。え、坂東。じゃああいつが公安の。何しに来られはったんですけど。華麗なものでしたね、八神先生。さすが桑名に見込まれただけのことは。そう、このままやったら公安も楠本先生もやばいもんな。八神先生とだけお話ししたい。なんだ、俺たちお邪魔か。余計な情報を知れば彼らも危険にさらされる。お望みとあらばそれでも構わない。ここにいても八神さんを困らせてしまうだけです。なりふり構ってられんくなってんな、お前らも。